皆さん見ていただいてどうもありがとうございます。ひげ一人たけひろでございます。はい、よろしくお願いいたします。今緊急で動画を上げているというか撮っているところなんですけれども、なんとビーズのサブスク解禁ということで、いやーありがとうございますって感じですよね。いやーありがとうございます。このビーズの楽曲が全部サブスクで聴けるなんて、しかもね、一部分だけサブスク解禁じゃなくて全曲880曲以上らしいです。これは嬉しい、これは嬉しい。ちなみにどこで配信になってるかと言いますと、Apple Music、Spotify、それから、LINE Music、YouTube Music など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 、いろんなサブスクで解禁されているということで、まあ、唯一 Amazon プライム Music だけが外されているような状態になりますね。なので Amazon 以外だったら大体どこでも弾けるんじゃないかなみたいな状態になっております。主要なところはほとんど抑えられているという感じでございますね。はい、でこんなサブスクを解禁したビーズさんの楽曲なんですけれども、ぜひここから聴いたらどうでしょうっていうところを、僕からこの動画でお伝えできればなと思いますので、今までビーズに携わってこなかった皆さんとかもね、ぜひ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 この機会にサブスクで聴いていただきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。まずビーズをあまり聴いたことがない人、880曲バーンって出てきてもどうしたらいいんだと なっちゃうと思います。まずおすすめとしては、無難なところでいくと、ベスト版、ベストアルバム版のところを聞きましょうっていうところになるかなと思います。で、ベストアルバムでいくと25周年で出た XXV っていうタイトルのアルバムがあります。XXV、 25周年っていう意味なんですけれども、これはですね、シングルの曲がずらーっと入ってる、シングルだけしか入っていないので聞きやすいかなと思います。まずここが第一段階といいますか、まあこの XXV っていうアルバムだと発売順にどんどんシングル曲が全部入ってるという状態なので聞きやすいかなと思います。いやそうじゃないんだよ、もうベストアルバム聴いてシングルは大体押さえてるよっていう方、ぜひ僕からおすすめさせていただきたいところとしましては、ルースというアルバムがあります。まあ全曲もちろん聴いていただければいいなとは僕は思うんですけれども、ルースはねすごく聴きやすいアルバムになってます。シングルでいきますと、シングルというか有名曲でいきますと、バッドコミュニケーションですとか、ラブファントム、ラブミーアラブユー、願いとかが入ってまして、しかもこれシングルバージョンとちょっと違ったりとかするんですよね。例えばラブミーアイラブユーは With G ベースということで生音のベース音源が入っていたりとか、願いはバズスタイルということで入っていたりとか、またシングルと違った楽しみ方ができますよっていうことと、あとアルバムに入っている曲も結構いい出来なんですよね。例えば夢見が丘とかもライブではすごく盛り上がる曲ですし、あとは敵がいなけりゃとかもすごくかっこいい曲です。ロックナンバーでかっこいい曲ですとか、初心者でも聴きやすいアルバムじゃないかなと僕はルーズ思うんですけれども、まあ、もちろんこれシングルとか結構知ってて楽しめるみたいなアルバムなので、まあもしかしたらちょっと初心者に優しくねえんじゃねえのって思う人もいるかもしれないんですけれども、まあルーズ僕はおすすめなのでぜひ聴いていただきたいなと思うアルバムの一つになります。もう3つ目としてちょっと僕からお話をさせていただきたいところとしましては、ですね、アルバムだけじゃないんですよ今回解禁されてるのって。アルバムだけじゃなくて、セカンドビート、要はシングルカットされてるセカンドビートも全部解禁になってるんです。まあ、どういうことかって言いますと、ビーズってあまりアルバムの中にセカンドビート、シングルカットで発売されたセカンドビート、いわゆるカップリングですねの曲はアルバムになかなか入れないんですよ。僕の好きな曲でいきますと、オーシャンのカップリング、オーシャンですね、海猿のテーマ曲になっていたシングルなんですけど、に入ってるなりふり構わず抱きしめてっていう曲があるんですけれども、この曲はどのアルバムにも入ってない、このオーシャンを買わないと聴けない曲だったりします。
この曲はね、聴けるのはね、嬉しい。嬉しい。このセカンドビートが聴けるっていうのが嬉しいですね、やっぱりね。うん。あと、バンザイっていう曲があるんですけど、シングルカットでバンザイという曲があるんですけれども、この曲のセカンドビートに、マグノリアという曲が入ってます。このマグノリアもかっこいい。マグノリアもかっこいいんですよ、すごく。マグノリアもすごくかっこよくてですね、これも聴けるのは嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。あと、少し古い曲になるんですけれども、ゴールドっていうシングルにですね、真っ赤なシルクっていう曲が入ってます。この曲もどこにも入ってなくて、ここでしか聴けないですね。アルバムにはどこにも入ってないです。なので、そういうシングルに入ってるセカンドビートっていうところも、実は、アルバムは全部持ってるけど、シングルは全部持ってないっていう人は、セカンドビートなかなか聴けないっていう人多いんですよ。まさしく僕です。僕、アルバムは全部持ってるので、アルバム、ベストアルバムは全部持ってるので聴けるんですけれども、アルバムとかベストアルバムに入ってない曲って聴けないんですよ。なので、今回のように、シングルのセカンドビートが聴けるっていうのが僕の中ではすごくおすすめなところになります。あと、最後に、あらかた曲を聴いて、ベストアルバムとか聴いていただくと、当然シングルとかいっぱい入ってるんですけれども、今回、英語バージョンで配信限定で発売された、イントゥーフリー弾丸とかも入ってるんですよ。このイントゥーフリー弾丸って何かっていうと、さまよえる青い弾丸っていうシングルカットがあるんですけれども、そのシングルを英語バージョンにしたのが、イントゥーフリー弾丸というものになります。その他にも、愛の爆弾を英語化したラブボムですとか、スプラッシュ、ジュース、ウルトラソウルの英語バージョンが聴けます。これはね、配信限定で、Apple Music か何かで、iTunes Store かなか何かでしか販売されなくて、買った人しか、ダウンロードした人しか聴けないものだったんですけれども、これも聴ける。これも聴けるということで、皆さん一通りシングルの曲を聴いて、まあ、アルバムとかもちょこちょこ聴いて、僕が言ったようなセカンドビートとかもちょっと聴いていただいて、あとに、この英語バージョン、聴いていただくと、またちょっとね、味が違う部分があるので、ぜひ聴いていただきたいなというところになります。はい、ということで今回はですね、B'zのサブスク解禁のニュースを受けまして、もう興奮してすぐ動画にしなければと思って話しているんですけれども、取り留めのもない話ばっかりで、ちょっとなんか、前後しちゃったりとかして大変申し訳ないんですけれども、まあ、僕の聴いてほしい楽曲ということでいろいろお話をさせていただきました。見ていただいてどうもありがとうございました。よければチャンネル登録ですね、していただければなと思います。普段は楽曲の演奏ですとか機材の紹介、トーク動画いろいろやらせていただいております。B'z大好きな人、ブラザーの皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。